ラミレス監督がピッチャーの交代を告げました。サウスポーの田中健二郎マウンドに上がって投球練習を進めております。これからタイガース8回表の攻撃に入ります横浜スタジアム、鉄人衣笠幸男さんの解説でお伝えしております。試合開始からちょうど2時間を過ぎました。8回の表です。田中健二郎は7月の30日今シーズンの40試合目の登板、マツダスタジアムのカープとの16回戦、7対1と大きくリードした7回の裏頭からマウンドに上がりました。この時には1安打フォアボール1つでピンチを迎えました。ノーアウト2塁1塁というこの形を0点に抑えという田中です。充実のシーズンを送っております田中健二郎、もう41試合目の登板です。7番白崎が9番に入りました。2ボール2ストライク正面でした。ピッチャー田中ワンアウト。ここは田中がいい仕事しましたね。本当ですね、いいボール投げましたね。バット振らしませんでしたもんね、はい、ここのところで当てるような、ね、スライダーですね。スライダー鳥谷はここからスライダーでしたね。そうですね、外へ逃げるボールだったですね、はい、ここはどうだ、大きなカーブ空振り、ナイスボール。いやこれは田中素晴らしい火消しですよ。ああこの割れるカーブ、出てきましたね、はい、監督が。いやこれは本当にきっちり仕事しましたね、必殺仕事人ですよ、今シーズン、はい、今いいポジションにいられるっていうのはこういう感じですよ ね、 そうですね、はい、非常にいいパターンができつつあるチームですよね、はい、山崎投手がしっかりしているわけですから、はい、ここにブロードウェイというね長身の右のピッチャーが入ってきてまして、今もファームで結構投げてますけども、まあ、ここが使えるようになるかどうか、まあ、これは外国人枠の問題もあるんでね、そうなるでしょうね、シーズンでストッパーをやった時にはコントロールが良かったんですよ、まずストライクで、ね、先行で本当にそう思いましたね、ストレートバッターを怖がらないんですよ、ここは打ち取りました三上、3球で原口を仕留めてセンターフライ。8回の表タイガースのこの中軸を三者凡退で抑えましたリリーフ陣です。